戦前は日本の国って確定申告なかったんですよ。一人で事情ってあるよねと、いやいや子沢山なんでいっぱい扶養家族がいるんですよとか、一人で独身貴族ですわってなると、ね、同じ儲けがあってもそこをやっぱ差をつけた方が良くないと。でこれを申告してくださいというのが確定申告ということなんですね。はいどうもこんばんは、公認会計士税理士の山田真也です。今日はですね、世界一優しい確定申告の授業ということでですね、これはまあ、私がですね、出した、世界一優しい会計の本ですというね、まあ15万部ぐらい売れた本があるんですけども、その確定申告版をやってみようということで企画させていただきました。で確定申告ってね、ものすごい難しいっていうイメージあるかと思うんですが、今日の授業では、数字とかは一切出てきません。そして大事なポイントだけお話します。もうあとで、なんでこういう制度なのっていう背景が分かれば多分分かりやすいと思うので、まあ、今日はそういう小ネタもいっぱい入れながらですね、できる限り、なんか確定申告に親しみを持ってもらえればなというふうに思っております。一応ですね、会社員の方、自営業の方、一応全員を、全国民を対象に今日は授業していきたいと思います。で、確定申告ってそもそも何の略語かってご存知ですかね？確定って何を確定するの？申告ってどこにするの？っていうと、これ実は自分で税額を確定、税金の額ですね。税額を確定して国に申告するっていう制度が確定申告っていうんですね。これまあ自分でっていうのも一つの肝なんですけども、例えばね、第二次世界大戦前、戦前は日本の国って確定申告なかったんですよ。どうしたかっていうと、国が決めたんです。もう、お前はいくらね、お前はいくらね。まあ、当然、情報はで提供してもらいますけど、基本国が決めてたんだけれども、それは、やっぱ非民主的だよね。民主主義国家としては、もう自分で税金を決めて自分で納めましょうって。で、それは基本的に信じますせと。そう。だから、確定申告ってよくあるんですけど、提出したら通ったと思う人多いんですけど、違います、違います。あくまでも、もう性善説取ってますから。民主主義国家だからね。一応、出したやつは全部信じますと。ただ、ね、3% とか 4% ぐらいの確率で、税務調査入りますよ、みたいなね。ってことはありますが、基本的には民主的な制度だということは覚えてください。そして、毎年1月から12月の1年間分のやつを、ちゃんと自分で収入とか経費を計算して、翌年の3月15日までに提出してねっていう制度です。で、この3月15日までに、まあ、申告するだけじゃなくて、納税もしてねっていう制度なので、なんでこの日付決まってるかというと、ちょうど4月からですね、国の予算って4月スタート、3月終わりなんで、4月から国の予算をね、使うため、予算をね、執行するためには、なんと3月15日ぐらいまでに税金も集めて4月から使いましょうっていう理由で、この3月の時に今なってます。ただね、今議論としてはもっとね、アメリカみたいにもっと伸ばしましょうと、諸外国みたいにね、4月5月でもいいんじゃないっていう議論はあるにはあります。だから、この動画はわかりません。ただですね、会社員の方の場合、いやいや、俺確定申告もしたことないし、納税もしたかどうかちょっと怪しいよと。消費税は払ってるけども、所得税、まあ、今回ね、確定申告って所得税の話なんですけども、所得税なんか納めた記憶ないよって方もいらっしゃるかもしれませんが、それは勘違いです。実際ですね、本来であれば会社からお給料をもらいます。そして申告して納税税務署にします。で、これが本来あるべき一連の流れなんですけども、それをやったって記憶がね、曖昧な方、実際はどうしてかっていうと、会社が事前に源泉徴収といって所得税引いてるんですね。お給料の中。大体一般の方ですと 2%、お給料の 2% から 5% ぐらいを引いてます。で、それを会社が翌月の同化までに、払った翌月同化までに税務署に納めてると。だから税務署にはすでに納税されていると。ただ大体こういうのって、先に税務署は多めに取ってるわけですよ。だって、国の予算執行のためにはですね、できる限りね、いっぱいもらった方がいいですから。だから多めに取ってるから、それを調整しましょうっていうのが、年末調整なんですね。だから年末に調整してるから年末調整。だから大体12月ぐらいにですね、ちょっとね、いつもよりお給料が多いなとか、そういうのはですね、別になんかボーナスがあったわけじゃなくて、事前に多めに取ってるからそれを調整してやってるだけなんです。で、このタイミング、年末調整が、まあ、いる確定申告の代わりなので、年末調整をしているイコール確定申告している納税は、もうすでに源泉徴収で納めていますよと。これが一連の流れ。だから、会社員です。普通の会社員の方は、まあ、この年末調整、源泉徴収の年末調整だけで、申告と納税が終わっちゃってるということなんですね。
ここまでよろしいでしょうか。ただ、会社員の中でもですね、いや、医療費とかが家族で10万円超えてたら、確定申告した方が有利って聞いたよ。もしくは寄付とか、あとふるさと納税とか、これ確定申告した方がいいよってね、そういうの聞いた方も多いと思います。それはなんでかっていうと、プライベートとか、のものって関しては、会社には、まあ、言わない、言いたくないっすよね。例えば、ね、医療費にしても、いや、実はね、精神科に通って、心療内科に通ってる、精神科に通ってるとか、あんまり言いたくないなとか、ね、寄付にしてもですね、まあ別に、どの市区町村にふるさと納税してるはバレてもいいかもしれませんけれども、まあ、政治団体とかですね、そういうところに関してはあんまり言いたくないなとかあると思うんですよ。まあそういうものは会社に聞きませんから。それは自分で確定申告してね、と。で、大体、まあ多めに取ってるから還付になるねっていう。こういう流れが、医療費とか寄付とかですね。で、ふるさと納税もね、今はもうワンストップ特例といって、確定申告しなくてもいいよ、それぞれの市区町村にマイナンバーのコピーを送ればいいよ、みたいなのもあるんですけども、それを除けば、基本医療費とか寄付の場合は自分で確定申告してねっていうことだけは覚えておいてください。はい、よろしいでしょうか。後半戦です。で、まあ、ここまでのね、場合はいいんですけども、問題は、会社の中でも副業してますよとか、あとですね、もう個人事業主ですと、自分で事業してますよ、副業してますよっていう方の場合ですね。例えばこちら、ね、会社と、まあ、他の団体がありますと、で、それぞれから給料をもらってましたって言われたら、2箇所給与っていうことで確定申告しなきゃいけないです。なぜなら、事前にね、引いてる額がね、それぞれ、違いますし、それを調整がね、この会社自体はね、この人が他で何バイトしてるかって基本わかんないですからね。だから、2箇所から給与をもらってる、バイトしてるっていう場合は、確定申告いりますし、さらに、もう一方は事業であると、副業でやってるんですよ。副業でアフィリエイトやってますよとか、ね、プログラミングやってますよ、ね、ランサーズとかね、ところでクラウドソーシングやってますよっていう場合は、もうこれ、確定申告しなきゃダメですよね。なぜなら、ね、儲けてる場合はね、もう、世の中に対して、あらゆる儲けに対して税金をかけるっていうのが、もうどの国家もそうですけど、税金のね、大原則ですから。儲かったら、申告して納税してねっていうルールなので、まあ、これも事業の場合も自分で税額を計算しなきゃいけないんですけど、その税額の計算方法が、お給料とちょっと違うんですね。ちょっと、絶対的に違うところがあって、何かっていうと、事業の場合は収入から経費を引いた、残りが所得ですと。で、この所得を計算したいねっていう。これ、まあ、事業の場合は事業所得って言うんですけども、あれ普通じゃないと思うかもしれませんね。当たり前でしょと。違うんです。当たり前で、この所得っていうのは利益と同じ意味です。税金ではこの利益のことを所得っていうふうに呼びます。で、このまあ、所得なんですけども、これ、給料の場合は、実は、収入から経費を引いた所得ってここまで一緒なんですけども、実はこの経費が概算な経費です。もう、ある程度決まってるんですよ。収入がいくらの人はいくらねっていうふうに決まってます。これね、税理士が使う冊子なんですけども、もうこれもちゃんと決まっていて、例えば収入が、ですね、200、こういうふうに書いてる、こういう表があるんですけども、収入が給与収入250万の人は、この概算経費が93万円なんで、差し引き157万円が所得ですね、給与所得ですねっていうふうに。決まっちゃってます。これなんでかっていうと、会社員の方は、そういう経費とかね、あったら、まあ、会社と生産するっていうのあると思うんですけども、まあ、いちいち大変ですよね。なので、もう、会社の場合はもういいですよ、と、振りの方で決めますわ、というふうになってます。これをですね、まあ、ちょっと難しいことで言うと、給与所得控除っていうふうに呼んでるんですけれども、まあ、こんな仕組みになってるんで、そもそも事業の場合は実額経費です。ね、実際にレシート領収ちゃんと取っておいてくださいね、と。ね、ちゃんとレシート取って計算してくださいね。で、なんなら事業、ね、所得ならこういうね、それぞれ何、ね、例えば交通費とか通信費とかをですね、こういう収支内訳書に書いてくださいね。これが、実額経費の考え方ですね。ここが大きく違います。実額か概算かっていうね。とにかく、まあ、所得を出しますって、それぞれ給料の所得を出す、事業の所得を出す。で、ここが大事な計算式なんですけど、で、合計所得を出してください。こういうね、いろんな、あと不動産所得とかね。あと、まあ、三流、歌った時の三流所得とか、まあ、所得って、まあ、いろんな変なものもあるんですけども、そういう所得、いろんな所得を全部合計した所得が、これは実際の儲けの合計ですよね。で、ここにですね、税金をかけるのが普通です。でも実際、
この日本の所得税の確定申告では、この合計所得に対して税金をかけません。どういうことかというと、いやいや、儲けに対して税金かけるのはそうなんだけど、人それぞれ事情ってあるよねと。いやいや、子沢山なんでいっぱい扶養家族がいるんですよとか、いや、一人で独身貴族ですわってなると、同じ合計取得が、ね、同じ儲けがあっても、そこをやっぱ差をつけた方が良くないと。ね。扶養家族がいっぱいでは税金安くしてあげるよ、みたいな感じで、これをですね、控除というふうに言います。控除があります。これは、まあ、国の思いやりです。今、日本だと15種類あります。例えば、社会保険料控除ね、年金とか、保険ですね。あと、生命保険料控除。あと、配偶者控除。配偶者ですね。配偶者の収入が、所得が低い場合ですね。で、扶養控除ね。これこそね、いっぱい、お父さんお母さんが死なってるよとか、そういうね、子供が死なってるよっていう場合ですね。で、基礎控除。さ、最低限一人頭、今年は38万円。来年の活字からは48万円に上がるんですけども、こういう基礎控除があります。あと、こういう医療費控除、寄付金控除っていうね。このいろんな控除、これは、儲けに関係なく認めてあげましょう、ね。引いてあげましょうというルールです。で、これを引いたものを課税所得と言います。まあ、課税する、まあ、利益ですね。そこにですね、税金かけます。だから、所得に対して税金かけるから、所得税というふうに呼んでるわけですね。ここまでよろしいでしょうか。で、まあ、それでが終わり、税額終わりっていうわけじゃなくって、そこからさらに、まあ、住宅ローン控除みたいなですね、まあ、国の政策的な理由で引いていいよ、税金引いていいよっていうものがあって、で、さらにね、源泉徴収税額ね、そう、事前に引いてますもんね、お給料から引いてるし、ね、外注でもね、事前に引いてる場合もあります。そういうね、事前に引いてる税金あるから、それを引いて、納税額がようやく出ますね、と。で、これを申告してくださいというのが、確定申告ということなんですね。この一連の流れ、伝わりましたでしょうか。こちらのですね、山田晋也のですね、チャンネルではですね、まあ、こうした税金の話、あと会計、ビジネス、まあ、もろもろですね、お金の属する情報をですね、常にお届けしようと思っておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。